悔しいよ梅ちゃん。ヤクルト戦で今度からデッドボール、左手を押さえて倒れ込んだ。検査結果は左尺骨骨折してた。悔しいよ梅ちゃん。周囲を走る阪神、これまで必死に支えていたのに、あなたがここにいないことを受け入れるだなんてできないよ。打撃不振で坂本塚へと叩かれまくった。居残りで打撃練習復調してきた。それなのにデッドボールでシーズン絶望。18年ぶりのアレを梅ちゃんと共に成し遂げたかった。